この地球上でここでしか見ることのできない奇跡の街、カッパドキア。今日はこのカッパドキアで過ごした1週間を紹介しようと思います。こんにちは。夫婦でサラリーマンを辞めて世界旅行しているゼウケの冒険です。僕たちの旅では一生に一度は行ってみたいって場所を全て回ることを目標に世界各国の様子をお届けしています。今回取り上げるのはカッパドキア。地球上でここでしか見ることのできないこの奇跡の絶景を見たいっていう人も結構多いんじゃないかな。世界旅行に出ている僕たちとしてもカッパドキアの街は本当に感動が大きくて、毎朝アドレナリンが出た場所だったからぜひチェックしてみてください。 Vlog の前に簡単にカッパドキアの概要を紹介しようと思うんだけど、カッパドキアの場所はトルコの中部、この位置。日本からだとイスタンブール行きの飛行機が結構安いからここから入るのがおすすめかな。ヨーロッパの中でもハブ的な空港で、他の国は15万円くらいかかるんだけど、イスタンブールだけは常に片道5万円台で行ける便があったから、狙ってる人はチェックしてみてください。おすすめのシーズンなんだけど、カッパドキアは日本と同じく四季があってこんな感じ。日本と同じような周期に見えるんだけど、夏はめちゃくちゃ暑くて38度、冬は結構冷えて氷点下になることもあるから、その点だけは注意かな。次にみんなが最も気になってる気球ってどのぐらい飛んでるのっていう話なんだけど、一応一年中運行はしていて、天候が悪かったり風が強いと中止になることがあるので、できれば3日以上滞在することがおすすめかなと思います。天気ばかりは本当に運次第なんだけど、僕たちは冬の12月中旬に10日間行って8回運行、2回だけ中止っていう感じだったかな。本当にこの気球と奇岩の景色は地球上でここでしか見ることのできない奇跡の景色なので、ぜひ一度は目にしてほしいと思います。次にトルコの文化についてなんだけど、国民の 99% はイスラム教徒。国が政治と宗教を分離する政策をとっていて、他の国のイスラム文化とはやや趣が異なります。例えばイスラム教徒の女性の方は普通ベールで顔を覆って肌を見せないことが多いんだけど、トルコだと女性でも普通に肌を見せてることが多いし、食べ物なんかも豚は食べないけどお酒は飲むっていう人も結構いるのも特徴的だよね。僕たちは全然知らずにトルコの街に入ったんだけど、街の人にその話を聞くまではイスラム教徒であることに全く気づかなくて驚きました。トルコの言語についてなんだけど、公用語がトルコ語だから英語が話せない人も結構いるんだけど、レストランやホテルはだいたい一人は話せる人がいて問題なかったかな。トルコ語でありがとうはテシェキュレって言うんだけど、これ使うと現地の人もほっこりするので、ぜひ覚えていってみてください。親日な国なので親切で人懐っこい性格の人が多かった印象かな。たまに日本語が話せる人がいたのも驚きだったね。ということで前置きはこのあたりにして、実際にカッパドキアに滞在した1週間の Vlog、 奇跡の景色と現地の感動を感じながら楽しんでみてください。それではいってらっしゃい。Day 1、まずはチェックイン。僕たちが最初に宿泊したのはチャーミングケーブホテルっていうところで、おしゃれな写真が撮れるルーフトップと、カッパドキア独特の洞窟式の部屋、そしてホスピタリティあふれるスタッフさんたちが最高の思い出を作るサポートをしてくれた。僕たちが到着したのは夜だったんだけど、次の日の朝早速最高の景色を見ることができました。うわすごいすごい、先生やばいやばい、やばい、多分この世でこの地球上で一番美しい景色の一つだ。やば、うわぁ、すげぇ。すごい、超綺麗なんだけど。やっぱこんなに飛んでんだね。ね、冬の時期でもだいぶ飛んでますわ。めっちゃ運良くない？到着した次の日で。朝日があそこからですね、あっちじゃん。おお、すごっ。カッパドキアのホテルではこのようにルーフトップに絨毯を敷いて写真を撮りやすいようにしてくれてるホテルがたくさんあります。この日も朝早くからスタッフさんたちが準備してくれて本当感謝でした。風写真でも撮りますか。撮りますか。動画も撮っとこうよ。あ、撮る撮る。まあ普通の正面撮ってるか。うん、まずはい、よーい。見に来てないね。間に合ってない。タンアラウンドしてる。1、2、3、4、5。お、いいねいいね。ちょっと行くね。
さあ朝食食べますか、ね、わあてかすげえな、ここマジでいいホテルだわ。ホスピタリティがすごい高いし、映えに対する協力性がやばい。We have pancake. Yes. Turkish pancake. Do you want some pancake? Ah, yes, thank you. Pancake with cheese, spinach, with. It's a friendly dog. It's okay, cats. Oh yeah, yeah, yeah. No problem. We love cats. Okay, me too. さて、朝食いただきますか。いただきましょう。わ、豪華だな。豪華だね。今日はね、このドームの中でいただいております。このね、妊娠されてるというかわいい、こいつはこいつはマジで超フレンドリー。ほんとなんかインスタで見たまんまだった。まんまだね、うん、迫力がすごい。いや、めっちゃある。うん、1時間っていう限られた時間で、うん、どう撮影するかはあっという間だったし、うん、あ、気球いなくなっちゃったって感じだった。確かにね。ちなみにカッパドキアの街ではいろんなアクティビティを予約することができるんだけど、ホテルでおすすめされているアクティビティが細かい要望を伝えられたり、場所や時間の融通を聞かせてくれるので満足度高かったかな。 Day 2、 ヴィンテージカーツアー。この日は早速ホテルで予約したヴィンテージカーに乗って気球と共に撮影するツアー。この現地のお兄さんと一緒にラブバレに撮影に行きました。この日の気温は氷点下だったんだけど、美しい気球の景色にアドレナリン出まくりで寒さ忘れるくらい感動する景色だった。めちゃくちゃ寒いマジで寒い。カッパドキアの気球は天気がいい日は毎日運行していて、風向きによってどこからどこへ飛ぶかは毎日変わるんだよね。この日はこのガイドのお兄さんのプランで気球の発射場所からラブバレーに向かうプランで回りました。とんでもなく素敵な写真も撮れたので、ぜひ一緒にお楽しみください。このとっつぁんが遊ってくれてます。Let me see? Let me see? ナイスファンタジー、ファンタジー。やばくない？これやばいな。マジでやばい。最高だね。めちゃくちゃ近っ。すごっ。これやばいわ。感動の絶景だわ、これは。ほんまに。ラストツアーだね。やばい。感動した。Day 3、ギョレメの街中。この日は昼から街に繰り出してカッパドキアの中心地ギョレメを散策。カッパドキアは伝統的なラグやカーペットが有名で、実際に購入することもできるんだけど、僕たちが狙ってたのはこの歴史あるお店。数多くの絨毯に囲まれたこの空間は、撮影料を支払うことで自分たちでも撮影できるし、クリエイターの方にお願いして撮影してもらうこともできます。はい、今日はこちら絨毯屋さんへ行こうかなと思います。この絨毯屋はね、まあ1個フォトスポットなんでちょっと押さえとこうかなと思っております。ここはこちらで撮らせていただこう。今日この価格帯があるんですけど、一番高いので80ドルぐらいで、ここでフォトグラファーの人がドローンとかで撮ってくれるエリアなんですけど、一応僕らは自分たちで撮れるんで、ドローン持ってるんで1400円ぐらい、1人1400円ぐらいでここで撮影させてもらえるということで、ぜひ撮っていこうと思います。すごいね、ここ。これすごくない？見渡す限り絨毯、絨毯、絨毯っていう感じで。いいの撮れたね。なんかドローンっぽい、こっから撮ると。あ、そう。今もドローンっぽいよ。うん、好きになります。だけど1400円はいいね。
これ1400円撮り放題はね、カメラ持ってる人だったら 100% ね、自分で撮った方がいいね。これもやっぱオフシーズンのね、良さだよね。確かに。撮影の後は現地で有名のお店にランチへ行きました。このね、ディベックっていうところが有名 YouTuber のロストさんが推してたから、何も考えずに入ります。よし。ケバブ、おお、すごっ、すごい、すごい、石焼きケバブみたいな。確かにこれはおすすめだね。ケバブはさ、トルコが本場だから、ケバブ、俺らが知ってるあの削り取るケバブとは全然違う。うん、確かにブロックだもんね。なんかビーフ肉。あ、そうな。トルコ初飯どうですか？うん、トルコのビール。エフェス。エフェス。エフェス美味しい。美味しいんだ。うん、ちなみにギョレメのレストランで気に入りな場所を紹介します。まずこのファットボーイ。ファットボーイはギョレメの中心にあって、アクセスも良く、リーズナブルな価格でトルコ料理をはじめとした様々な料理を楽しめました。シーシャも添えて、この日はサッカー観戦で各国の人たちと盛り上がりました。なんとこのフルーティー、こんなビッグサイズで70円。オッケー。おー、めっちゃでかい。え、結構でかいじゃん。これがミックスグリルでございまして、こちらサラダ、なんかトルコで言うとサラダかな。すごい盛り上がってきたんだ。こっから本番だ。うわぁ、また少しおしゃれなディナーを食べたいのであれば、カルスっていうお店が雰囲気最高。この日は店員さんと日本のアニメジョジョの話で盛り上がって、食後のコーヒーご馳走してくれたり、最後には日本語教えてちょうだいって言ってくれたのがほっこりしたね。召し上がれ。召し上がれ means let's enjoy the yeah, 召し上がれ。笑い時はバッデイ4、レッドバレー。この日は自分たちでレンタカーを借りて行きたい場所を回りました。ギョレメの街は舗装されてない道も多いから、運転するときは慣れてる人がおすすめだね。ちなみにお金についてはカード払いで問題なく過ごせるんだけど、現金払いだとレンタカーやツアーとかが安くしてくれる場合もあったから、現金持って行ってもいいと思う。おはようございます。おはようございます。あっち見て、あっち。ちょっと開けます。やばー、近い。え、すごい。ハードめな道路を走ってます。光帽子の岩がいっぱいだわね。コリンキー、三角形の秘密はねって知ってる。でもお腹空いてんの。Just let a man breathe and just hush so my mind could just see so my mind don't erupt.At times I feel I can't get enough, but I sip a double cup and I spin a couple bucks. Sending out some love to my blood, to my girl, to my buds, to the homie up above. And no more time for picking up to these fakes who ain't around when the time's getting rough. 6 million ways to die, so I spit into this truth when I pray.ちなみにこの日からホテルを移して、ここミスラケーブホテルへ。ここもギョレメの特徴的な洞窟付きのホテルで、中はこんな感じ。ホテル全体が立体的で、共用スペースも奇岩でできていたことには驚きだったね。おお、なんかすごいパブリックスペースが。え、これ共用スペースだよね。だね。え、すごくない？え、すごい、ここ。え、すごい。豪華な共用スペースだね。ね、すごい広いね、このホテル。チャーミングサービスとかさ、まあ、お部屋のクオリティとか、あ、景色は超良かったけど、こっちは単純にホテルのファシリティがすごいね。すごいね。エリアが広い。やっぱ景色がね、綺麗。確かに綺麗。内部はこんな感じ。
今回泊まった部屋ではシャワールーム、バスタブ、洗面台がついていて、だいたい値段は2万円くらい。朝食もトルコの伝統的なビュッフェがついていて、この値段は結構リーズナブルなんじゃないかなと思います。撮影グッズがもう置いてある。なんてインフルエンサーに優しい。あ、さっきまで俺らが泊まってたホテルがこっちのチャーミングホテル。こっちもね、めちゃくちゃ良かった。こっちのビューちょっとすごいよ。すごい。この絵がちょっともうやばいかもしれん。うん。うわ、てかこっちのね、奇岩がね、よくわかるよ。奇岩がすごいはっきり見えて、こっちのがコントラストがすごいと思う。楽しい。Day5、 ピジョンバレー地下都市。この日は同じくレンタカーでギョレメの街を出て冒険に。まずはウチシサールにあるピジョンバレーへ向かいました。ここはカッパドキア特有の凝灰石でできた岩山をくり抜いてできた鳩小屋が 4km にわたって広がっているエリア。ここカッパドキアは昔からワインの名産地でもあるんだけど、鳥の糞を肥料として利用していたり、電車バトとして飼育していた歴史があるんだよね。その後さらに郊外のカイマクルの地下都市へ。カッパドキアは初期のキリスト教の歴史が残る貴重な世界遺産としての顔もあり、この地下都市ではイスラム教徒からの迫害を逃れるためにできた当時のキリスト教の居住区が存在するんだよね。ここカイマクルの地下都市では地下8階、深さ約55メートルにも及ぶ巨大な地下都市が残されていて、中を探索することができます。確かに超迷路だね、これすごいね。この部屋だよ、部屋。てかよう作ったね。一番多い時期には約2万人近くが隠れ住んでいたらしいから驚きだよね。Day6、 プライベート撮影。この日はインスタで見つけてコンタクトを取っていた映像クリエイターの村戸さんに僕たち夫婦の映像を撮ってもらいました。値段は少し高くて13万円だったんだけど、今回依頼したのは自分たちでは絶対撮影できない気球の中で撮影するインサイドバルーン、そして鉄板のラブバレー、最後に馬と一緒に歩くホースランニング。この3つの施設利用費用も含まれていて、このカッパドキアで一番おすすめしたい、一緒に思い出に残るアクティビティだった。今朝の7時なんですけど、まあこんな感じでね、バルーンの準備をやっております。今ね、まあ、こちらの車の中でスミちゃんとかに衣装とかも着替えてる最中で、ご覧の通り天気も最高でございます。めっちゃ似合ってる。いよいよ前代未聞の気球の中での撮影がスタート。実際やってみて気づいたんだけど、気球が膨らむまでの短い間に仕上げないといけないから、急ピッチで撮影を進めました。次に気球の前での撮影。これは気球の火を入れる人とタイミングを合わせて撮っていました。できたのがこちら。日本の前撮りとかもいいけど、カッパドキアでの前撮り検討してみてはいかがでしょうか。イライラさん確かにいい写真撮りそうな、ね、ポージングの指示を、ね、いっぱいいただいてたくさん撮れてます。次にラブバレーでの撮影。ここはデイ2で自分たちだけでも行ったんだけど、やっぱり現地のクリエイターが構造しててすごいいい写真を撮ってくれました。お馬さんと共に歩くフォースウォーキング。馬は視力が人間の何倍もいいから怖がらないで撮影するのがポイント。馬が走ってくれるチャンスは3回のみ。どんな服装をポージングで撮るかめっちゃ悩むんだけど、僕たちは夫婦撮影の他にモーニングコーヒー、自分でドローンを飛ばしての至近距離撮影をすることにした。FPV ドローンで、ちょっとサウンドゲ
それでどんな感じで撮る？で、あそこのちょうどいいのあるからあそこをスルーしてクラッシュしないように気をつけよう何そのということで、気球と奇岩に囲まれた奇跡の街、カッパドキア、いかがだったでしょうか。地球上でここでしか体験できない極上の景色が待っているので、ぜひ足を運んでみてください。僕たちの Vlog では今後も世界旅行の様子を発信しているので、ぜひいいね、登録して応援してください。それでは、人生は自己実現と家族孝行、ゼオキアの冒険は続く。興味津々なんだけど、可愛い子いて。仲良くなってるじゃん。だいぶ警戒心強かった子、ね、猫ちゃんたちと。だいぶさ、そうディスタンスがさ近くなってるね。